内装色がベージュだわ。ベージュ、ベージュ一色なんですけど、運転席はレカロシートのセミバケット。しておりますので、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。こちらこのキルマンスープラ、バリバリの風船でございます。はい、今回ですね、またですね、キングバイヤーにお邪魔しております。キングバイヤーね、はい、キングバイヤーにお邪魔しているんですけど、先日ね、この80スープラ、極上スープラをね、ちょっと撮らせてもらったんですが、今回ね、紹介したい車はね、こちらです。はい、70スープラ、はい、こちらはね、2.5 のツインターボという車でして、なかなかもう本当に70少なくなってきている中で、今回キングバイヤーにね、もうあの極上なの2台あります。この赤で、YouTube アップしてありますよね。もうあとね、白があるんですよ。今回またね、この車をちょっとじっくりと見てみたいと思いますので、ちょっとの時間ですが、よろしくお願いします。はい、そうしたらですね、この70スープラ、平成3年式です。平成3年の8月登録、2.5 のツインターボになってますね。マニュアルの5速です。5速マニュアルで、車検は切れてる状態ですね。まだ残ってるんですけど、もうあの10月で切れるんでっていう車になっております。はい、で一応ね、タービン交換までしているんですよね。そこそこチューニングをしている車になります。はい、状態をね、どんどん見ていきたいと思います。はい、で外装はですね、外装はこんにちは、どうもまたあの2000よろしくお願いしますはい、ちょっとね、ミラーのね、付け根、ここがですね、ちょい割れちゃってるね。プラスチックなんだろうね、ここがね、ちょっとここが割れちゃってますね。ゴム類どうかな。なんかこういうのがやっぱり年代相応っていう感じですよね。うん、やっぱりこう平成3年とかになると、まあこれぐらいになってくるんだろうな。このスープラはやっぱりちょっと化け物ですよね、綺麗さ。うん、でもね、ボディは綺麗です。本当にボディは綺麗ですよ。はい、あ、一応こういうところもなんかちょっと、なんだろう、黒くなったり色が入ったりしておりますが、なんだろうなっていう感じですね。うん、こういうね、ゴム類もね、ちょっと劣化しつつあります。はい、リア周り、あ、ここのね、バンパーちょっと割れがあるね。割れがあって、塗装がもう剥がれちゃってるかな。こうですね。はい、マフラーはこれ何？これどこですよ？シレントっていうんですかね。なんかステンレスっぽいマフラーが入っております。はい、下回りはね、車高調も入ってますし、サビはないよね。サビがそんなに目立つような車じゃないですね。結構本当に下回りは綺麗だね。一応大きな事故はないよと
いう車ではあります。査定ね、査定の評価は査定 3.5 になってるみたいですね。こういうちょっとモールのプラスチック類のひび割れね、劣化っていうのはやっぱ出てきてるな。でこれテールも綺麗は綺麗ですね。この継ぎ目のね、このゴム類ね、ここら辺もちょっとこれ、このひび、右の方は何だろう、これなんかこれちょっと傷っぽいのが入ってるね、これね。綺麗なんですけどね、見た目は。でこういうところかな、この黒いモールもちょっとこう色がハゲかかってきてますね。でね、タイヤ見てみようかね。はい、タイヤ見てみましょう。フロントの右のタイヤです。はい、これ東洋タイヤ、この銘柄ですね。この銘柄で R1R、はい、235450R17 インチ入ってます。一応こういう内張りのところのネジもね、結構錆びちゃったよね。でこのウインカーもなんかこれ叩けば割れそうなぐらいに、プラスチックのね、透明度がもう抜けちゃってますね。でタイヤの溝、これはね6分山ぐらい残ってますね。はい、でリアのタイヤ見てみましょう。はい、こちらがリアのタイヤ。ホイールはガリ傷はないんですけど、センターのここ、これ塗装がねもうちょっとポコポコ浮いちゃってますね。ここひび割れして割れが出てきてる状態にあるみたいですね。ここまで行っちゃうともう一回全部ひっぺ返して、もうサンドブラストかけて、でもう一回塗装し直すとかいうことになるんでしょうけど、そんだったら違うホイール入れた方がいいよねみたいな話ですよね。でこっちはね、タイヤはね横浜のタイヤ、前後とちょっと違いますね。横浜の S ドライブってやつです。でサイズが 25540R17。 でリアのタイヤの溝が、はい、五分山ぐらいですね。ちょっとセンターにひびが入ってるところがちょっと怖いかな。はい、一応これもね鍵がついておりまして、はい、この70の鍵がこれです。ちょっとセキュリティも入ってるかな。ちょっと電池がないっぽいですけどね。はい、これですね、70。ドアはねやっぱりね、この長さ見てください。ドアのストロークの長さ結構長いよね。結構ねやっぱり重たいです。重いですね。ヒンジはソアラとかと違って一応普通のヒンジですよね。はい、で一応内装色がベージュだわ。ベージュ一色なんですけど、運転席はレカロシートのセミバケットに、これねカバーをかぶせております。革調のねカバーをかぶせている状態ですね。はい、中身の状態はね今この状態だと分かんないんですけど、このカバーの状態は全然悪くないんじゃないでしょうかね。擦れとか破れとかというのは特には見当たりません。はい、もう全体的にベージュ、天井もベージュでございます。同じ色のね。はいはい、後ろのシートねこんな感じになっております。綺麗ですけどね、めちゃめちゃ綺麗なんだよね。大体このああいう上の部分がもう色あせて白、まあちょっと色あせてるから、運転席助手席等もそうなんですけど、ちょっと色
わせてるかもしれないですね。はい、じゃあちょっと中にちょっと入り込んでみたいと思います。はい、はい、こちらね、やっぱこう日に当たる方のこの外側の方がやっぱこう色がねちょっと白く、飛んでますね。ただこの絨毯系のところは全然綺麗、本当に綺麗だね。でこういうところもプラスチックってさ色が飛ぶんですよね。でコンソール、これもこれ多分カバーかけてるよね。ほら本当は黒っぽいんだけど、でこれがこうなってドリンクホルダーにはなってるんですよね。こうなってます。ここも小物入れがあるんです。ここにはですね、シートのエアーチェックなんだけど、これはレカロシートに変えちゃってるんで、これは全く生きてないですね。これがミラーのコントロールですね。これ閉会もできたんですね。でマニュアル5速です。はい、マニュアルの5速で、まあちょっとなんか昔っぽいよね、この長いこのシフトで。はい、こんな感じですね、5速で、リアが右の下。はい、で一応これタービン交換車両なんで、まあブースト系ですね。これ EVC ブースト系入って、これはなんか機械がついてますね、スターボっていうね。これはデフィの、メーターはここに追加グレッティで、エキゾーストテンプ、排気音かな。でこれがなんだろう、これブースト系だね。ブースト系がついてるみたいですね。はい、一応キーを挿してイグニッションをオンにしましょう。デフィはこれだ、ごめんなさい、デフィこれだ。パワーオンです。インパネ、これ走行距離がですね、今のところ164,324キロ。はい、アナログのメーターになってますね。これでエンジンかけました。これゆっくりした、これゆっくりした動き、またちょっとこれも独特ですね。すげえなんか低い音程でいい音してるわ。これコンソールで、ここに ETC が入ってます。はい、でここに F コン V プロが収まっておりますね。 F コンで、制御されてますね。この車で、ここは絨毯ですね。これ絨毯を、はい、でこれミラーはですね、このレーダー付きミラーになってますね。これこれダッシュに絨毯がね、絨毯が引いてある、牛タンじゃないですよ、絨毯って絨毯が引いてあるんだけど、これ中身はね、これ割れちゃってんだよね。それをカモフラージュするために絨毯、これまあ別に割れてなくても絨毯は悪くないんですけどね。あ、ムーンアイズですよ、これ大好きですね、こういうのは。になってるみたいです。天井はめちゃめちゃ綺麗で、エアコン、まあ古い車なんでまずエアコンがね効くかどうか。あら、これめっちゃ効くね。エアコンはもうバッチリでございます、バッチリでございますね。で一応このハンドルはモモステアリング、でここの外側の皮もね綺麗です。状態はとてもいいと思います、赤ステッチでね。でハンドルは一応ここでまず上下が、調整できて、この下のレバーがこれ前後で、ね、の調整ができるんですね。ハイテクです。一応ケンウッドのオーディオが入ってますね。
で、リアハッチちょっと見てみましょうね。で、一応これがガソリン。はい、ガソリンコック。つけると、こんな感じです。ちょっともうちょっとね、磨けば綺麗になるとは思うんですけどね。はい。そしてですね、これがリアハッチですね。はい、リア周り。一応タワーバーが入ってまして、車庫帳も入ってますね。はい。で、この中には、ペアタイヤが入ってる感じですね。これスペアタイヤじゃないタイヤですけど、こういったちょっとね、サビはやっぱり出てきてるよね。これちょっとこれを開けた時に垂れてきましたけど、うん、はい、あと注目のね、ボンネット、エンジンルーム、はい、エンジンルーム見てみたいと思います。ドーンジェ、うわー、これ懐かしいね。はい、一応このタイミングベルトがね、81000キロ、98年12月24日に交換しているこのタグがあります。で、これがね、ギャレットタービンかな。はい、これがギャレット製のタービンですね。クリーナーが入って、インサークーラーはこちらに入っております。これもまたちょっと黒いね、レアっぽいのが入ってますよね。車庫帳が入って、これがなんかほんとこのシルバーのアルミむき出しっていうのはもうアルミなのかな、なんかもうエンジンしてますよね。で、これが小足が入ってるのかな、これヴィンテージバンテージっていうのを巻いてますね。はい、フロント周りのこの骨格とかのね、事故とかはないので、まあ古い車なんで、まあ、ほぼ旧車ですよね、平成3年っつったら。はい、で、一応この70もライトはですね、リトラクタブルライトになってます。この70スープラ、2.5 のツインターボと、非常に珍しい車ですね。なかなか出てこない車、ちょっと拝見させてもらったんですけど、状態はね、これめちゃめちゃいいかっていうことになると、やっぱりこう平成3年なんで、かなりの歳月が、ありますんで、これをバリモンに仕上げるにはやっぱりちょっとそこ、ちょこちょこっと手直しが必要になってくるのではないかと思います。ただ今の状態で車検を取って、行動を乗れるようにするのは全然問題ないと思います。あとはもう乗る人のこだわりですよね。なので、気になった方はですね、あと一応これ316万8000円で、こっちの赤がですね327万8000円になってます。はい、こちらもね、 YouTube で動画アップしておりますんで、こっちの車もぜひ一回見てみてください。気になった方はキングバイヤーまでご連絡ください。それではまた。